FM ルーシンド DJ のルーシンです。本当に前回話がまとまってなくてですね、徳差さんとかね、徳ちゃんなんかにいつもまとまってないねって言われてまあるんですけれども、もう12月の師走ですよ。本当に駆け抜けていくように忙しいです。僕も本当にね、なんかこたつでね、ぬく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 してみたいんですけれどもね、実家にも帰れず、東京の練馬の江古田のアパートの片隅の壁に向かってですね、一人でこんなどうしようもないことを喋ってるこの精神状態、本当にね、聞いていらっしゃる方想像してみてください。もう本当に笑えますよ。これはこんだけ1200万人もいる東京のど真ん中ですよ。池袋から電車で10分、江古田のアパートの中でもう若い男がね、若い女と遊ぶわけでもなく、グダグダと享楽的に生きるわけでもなく、壁に向かって一人喋りですね。もうこれ修行ですよ、一種の。ブッダもね、悟りを開くまで幾度となくその洞窟の中で一人っきりになって壁に向かって瞑想していたっていう逸話が残ってるんですけれども、それと同じとは言いませんけれども、まさにそういう心境で今ね、ちょっと喋ってますね。それで僕ね、年末になるたびに毎年毎年ね、すっごい寂しくなるんですよ。すごい寂しくなるんですよ。もう今年終わりだ、もったいないもったいない、本当にもったいないなと思って、僕はこの1年なんか人にこれをやったって言えることがあるんだろうか、一つでも人に自慢できるようなことをできたんだろうか、そんな何のまだ自分のやりたいこと一つもできない男が1年という年を超えようとしている、もう本当にこれ寂しいな寂しいな、来年来ないでくれって思ってるんですね。でも今年は特にその気持ちがもう本当に強いんですよ。でやっぱりね、アーティストになりたい、アーティストになりたい、芸術家として生きていきたいと思いつつ日々過ごしているんですけれど、全くね収入とつながらないっていうこの悲しさよっていうことでね、金銭的にアーティストとして成功するためにはね、商人ですか、もう商人みたいな、村上隆みたいな、もう商売人みたいな才能がないとダメなのかなと思って、時々すごくなんかこう虚しくなったり悲しくなったりするんですね。何かを信じて真摯に作り続けるだけじゃダメなのかなと思って、まあそれはまあそうで、やっぱり待ってるだけじゃダメで、自分からこういろんな人とかいろんな場面でアピールをしていかないとダメなんですけれどもね。そうです、今日前置きが長くなったんですけれども、今日ちょっと話したいことがあるんですよ。そういうこう信じる心っていう部分について話したいんですけれども、僕はその人生における基本的なスタンスとして、もう人の存在、人間の存在っていうのを信じてるんですよ。だからその他人に対して信頼しながら生きてるんですよね。でやっぱり人って言ってもいろいろいますから、信頼できる人とか信頼できない人っていうのは確かにいるんですけれども、基本的に僕は人を信じてるんですね。それで今日もあの一人暮らしのアパートの部屋にですね、知的障害者の人のため の募金をくださいみたいな人をが来たんですよ。でこれってもうもしかしたらもうなんかオレオレ詐欺みたいな種類かなと思ってしまったんですけれども、もうそこはその募金をしようとしているその人のね、目を見て、そしてその駆けずり回ってるような努力している姿が想像できましたので、格好を見るとね、格好を見るとそういう感じの人に見えましたので、
ちゃんと募金しました。それで僕が募金したって話をしたいんじゃなくて、僕がこういうふうに人を信じて生きていけるように育ててくれたもう両親に感謝してるんですよね、僕は本当に。それで僕は普段恥ずかしくて、お父さんお母さんにありがとうとか言えないんですよね。言えないんですよ。ですけれども、もう今年終わりそうで、なんか自分ももういい大人だし、まあ、ちゃんとこう、稼ぎはないけれども、自分がそういうふうにこう、曲がった生き方をせずに済んできたっていうことに対して感謝したいなとずっと思ってるんですね。はい。じゃあ人間ってやっぱり裏切られたりだとか、なんか嫌なことを経験をするたびにどっか卑屈になって人を疑ってしまって、なんていうか、だんだんこう頑固になっていくような気がするんですよね。人って少しずつなんか人格が固まっていくっていうんですかね。だけれども人って年を取れば取るほど柔らかく柔軟に純粋になっていかなきゃいけないんじゃないかなと思って、もうそのことに僕は普段日々のこうエネルギーを費やしてるわけですね。そういう風に考えてるんですよ。それで芸術家になりたいと思いながら、まあ、経済的には全く成り立ってないんですけれども、やっぱり人としての志をないがしろにしちゃいけないなという風にいつもね思ってます。それでその日々そういう風に思って自分の精神を制御するっていうのはやっぱりね、これも修行なんですよ。それでもう今日も僕が修行してるっていうことに対して本当に理解できないって言われたんですね。そんなことして何の意味があるんだみたいなことを言われたんですよ。ですけれども、僕はすごくそれが大事なことだと思ってやってるんですね。別に人に理解をされようと思ってやってるわけじゃないんですよ、そういうことを。だから僕美術をずっとやってきたって言っても高校の時から始めたんですけれども、ほとんどその絵が上手いとか彫刻が上手いってことで褒められたことがなかったんですね。むしろすっごいけなされてきたんですよ。そのもう受験生時代のことはもう思い返したくもないぐらい、もう下手だアホだしねみたいな、もうすごいこと言われてきたんですね。ですけれども、美術 を嫌いになることだけはなかったんですね、そういうことがあっても。で大学に入っても、まあ、ほぼ決して認められてこなかったんですけれども、美術を嫌いになることだけはなかったんですね、卒業するまで。もうずっと今でもそうなんですけれども、だから僕はね、それこそが自分の貴重な宝だと思ってるんですよ。今でもその いい作品って作れてないと思ってるんですけれども、誰よりも楽しんで作っているし、展覧会とか他の人の作品を見るときもすごくその作品を見るってことを楽しめているなと思ってるんですね。で、あんまり批判的な目っていうのが育ってないんですよ、そういう見方をしていると。だから批判とか批評をするのがすっごく下手だと思うんですね、僕って、他の人の作品を。だからちょっと最近そういう目も育てなきゃいけないのかなと思ってるんですけれどもね。まあ、ただそう、人を批判することが自分にとって意味があるのかどうかがよくわからないっていうことがありますね。はい。で、もう今年そろそろあと残すところ2日ぐらいという、もう本当にこの短い間で、その2日間で僕が何をできるかっていうのを考えてます。それで少なくとも FM 流進堂の
そのウェブサイトの内側における目標は350回、メイン放送350回を超えることですね。あと数回なんで、今年いろいろなことが ありましたし、今もいろいろ考えていることがありますので、もうそのことをね、正直なぶっちゃけた話をして、もう2007年を締めくくり、もう清らかな気持ちで2008年を迎えて、そして、目標である200放送回数250回も超えて、もう気持ちよく来年迎えましょうよというふうに思ってます。今日はここら辺で失礼いたします。おやすみなさい。